お願いします。はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、2023マチュアルサーキットレディの村瀬はるかです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まずはコスチューム撮影からです。はい、じゃあ頑張ってやっていきましょう。頑張ります。はい、はい、じゃあ本番いきますね。お願いします。全身からいきます。はい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 、じゃあ膝上ぐらいです。はいはい、ちょっと胸元のロゴが曲がっちゃうかな。ちょっと待って、腕上げるとちょっと上がっちゃうかもしれないですね。はい、うん、今大丈夫ですね。じゃあ曲げなくてもいいか。横にする方が、うん、その方が綺麗な、うん、そう、まあ、ちょっと自分も気をつけながら見ていきます。はい、もう一回全身ね。はい、正面からってロゴはその2箇所ですか。そうです、ですね。はい、いってきます。はい、なんか右手が固まっちゃっただけ意識しすぎて右手だけ動かなくなったけど、うん、はい、いきます。これベルトの方がちゃんと見えてればいいですか。いや、ここですね、腰回りのところですね、うん、最悪はそうですね。でもできれば両方がいいんでしょうね。見えたらそのいや、貼るもんでしょ。なんか前みたいにティッシュ詰める。両面があればいいですか。両面あったかな。でも変に引っ張られたみたいになるのもちょっとあれなんですよね。両面はないか。いや、まあカットによりけりなんで、それはもう数取って弾いちゃいます。じゃあ膝上からいきます。うん、OK、 はい、はい、うん、いいですね。はい、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 じゃあ今度振り返っていただきまして、左右のことっていきます。はい、大丈夫か。はい、はい、いきます。どっちにしても見えないな。いや、逆に振り向かない方がいい。振り向かない方がいいね。首だけそうそうそう、そのぐらい、それぐらい。オッケー。首だけ持ってきましょう。いい。横顔になっちゃうけどね。うん、そのぐらい。そこまで行くと見えなくなる、ね。難しいなこれな。まあ多分ここ使うのってウェブの方だけなんで、本誌には載らないので。まあ、ちょっと一回とりあえず振り返りでやっておきましょう。うん、両方一応取っていきたいです。はい、白いのは、ああ違うか、反射してるだけか、大丈夫。じゃあ反対行きましょうか、もう一回。はい、行きます。はい、はい、じゃあ正面戻っていただきまして、ここから上ぐらいでいきますね。はい、行きます。はい、ちょっと一回ロゴ直しときますか、胸元だけ。うん、はい、OK です。はい、じゃあ行きます。はい、うん、OK、はい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 、じゃあ横位置で行きます。はい、よいしょ、行きます。はい、うん、
それは胸元しか入らんからちょっとロゴはちゃんとしたいかな。はい、うん、そうです。はい、それはモチュールポーズなんですか。あ、参考者って意味なんだ。はい、はい、じゃあ振り返っていただきまして、同じく横位置でいきます。鏡代わりになってるけど、はい、でもうバストアップはさすがにここが見えてないとちょっとあれかなって思うんで、はい、そんな感じ、それで OK、はい、うん、やっぱり目線もらうとちょっと厳しいか、はい、うん、まあいきます、はい、はい、じゃあ一応反対もいただいておきます、はい、いきます、はい、はい、ありがとうございます。そしたら、椅子を使っていきます。ロゴが右側なんで、ちょっとこの方がいいかな、こういう感じで、はい、じゃあ浅めに座っていただき、高すぎるかな、大丈夫、大丈夫ですか、もうちょっと正面になりますか、ベルトのモチュールが見えた方がいいかな、はい、そのぐらいで、はい、いきます、はい、何おかしい、その方がいい、でちょっとやっぱり高いかな、少し低くします、なんかあんまり立ってるポーズと変わんないんで、はい、OK です、はい、そしたらじゃあコスチュームはこれで終了でございます、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私服の方に着替えていただきまして、お願いします、はい、お願いします。俺がぶつかっちゃった、はい、はい、今度は、私服の撮影でございます、はい、はい、ブーツで、はい、はい、じゃあやっていきましょう、はい、じゃあ全身からいきますね、ちょっとテストします、はい、うん、いいですね、このままいけますね、はい、今度はロゴがないので気にせ、自由に、自由に、はい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 、じゃあ振り返っていただきまして、はい、行きます、これを切ろうとあるね、ん、
まあ、ちょっと肩幅より開くぐらいにしていただいて、そのままクイッとひねればいいと思いますが、振り返り苦手な人ですか？苦手な人、そんな感じですね。振り返りって斜め向いてるだけにしか見えないいやもう普通に一回肩幅ぐらい開いてみましょうか、うん、そっからただ上半身ひねるだけです、うん、そんなもんでいいけど、できれば膝が伸びてる方がかっこいいですけどね。硬いのでも、それで、うん、それでやっていきましょう、はい、うん、あ、全然いいですね、はい、はい、時々でもやっぱり振り返り苦手な人っているんですよね。で片側はできるけど片側が苦手って子もいます。ということで反対いってみますか。自分で何がダメだと思います？足、うん、足がね、もうちょっともうちょっと開いてもらって、もうちょっと伸ばした方がいいかもしれないです、うん、それぐらいで、うん、さっきよりはいい。ちょっと膝が曲がりがちなんだよね、うん、今はいいですけど、はい。自分で笑ってる。行きましょう、はい、うん、全身乗るかもですよ、まあ、最終的に選ぶのは編集部なんで、もう一回反対やってみますか。さっきイマイチだったんで。こっちになるとちょっと左膝が内側に、あ、右膝が内側に入るんですよね、うん、こっちの方が苦手っぽいですね、はい、この様子も配信されますけど。そう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 、やっぱりでもあれだね、右膝が内側に入るね。いっそ膝くっつけてみる、うん、それで、うん、そうそうそう、はい、はい、じゃあそのまま止まっててください。はい、じゃあ行きます、はい、はい、横で行きます、はい、はい、反対もう一回ください。今もう足映ってないんで気にしなくていいです、はい、行きます、はい、ちょっと全体的に暑い、なんかちょっと汗かいてるよね。冷房入れますか。この前の宇佐美さんもすごい汗だくで、宇佐美さんいつも前髪スタートってなって、そうなって私一番タイプな顔なんですよ。あ、そうなんだ、はい、汗が可愛いですね、はい、じゃあもう一回振り返っていただいて、はい、じゃあ立てていきます、はい、じゃあ正面に戻っていただいて、はい、膝上ぐらいですかね、はい、いきます、はい、はい、じゃあ横でいきます、はい、
はい、はい、じゃあ椅子使っていきます。今度はまあロゴ関係ないので好きな方で、はい、大丈夫そうですか。はい、はい、いきます。はい、どうですか。はい、じゃあラストです。はい、じゃあ私服も終了でございます。じゃあインタビューの準備するので、あのプロフィール書いておいていただけると。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。